はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、ジェネックスというね、昭和すぎる、いや、縄文かなのデッキが、強化されたのでご紹介していきたいと思うんですが、まあ、ジェネックスっていうモンスターの、まあ、問題点としては、まあ、どういう問題点があったかっていうと、まあ、あまりにも大河のカードで、ターミナルワールドのカードだからね、あまりにも大河のカードなんだけども、召喚成功時に、効果を発動するモンスターが無限にいるんだけど、結局特殊召喚に対応してないので、基本的にこの全モンスターが。だから、まあ、やっぱその貫通力もねえし、展開力もやっぱ召喚成功時サーチだからないんだよね。持ってきてどうすんのこのモンスターみたいな感じなんだよ。まあそのなんか出ないから前にね、持ってきても。だからまあ基本的にはそういう感じで、まあなかなかの、まあなんだろう、雑魚テーマというか言っちゃ悪いけどっていうテーマだったんだけど、これを魔改造やけくそ強化によって解決するモンスターが来まして、これがリペアジェネクスコントローラーっていう、これがレベル4以下のジェネクスモンスター1体で出せるリンクモンスターで、これ何するかっていうと、リンク召喚に成功したらまずジェネクスを墓地から回収できますと。まあ要はリンク召喚にしたモンスター回収できるよね。で2番目、これ大事じゃないんだけど、ジェネクスモンスターがドロー以外の方法で手札に加わった場合、まあ例えば墓地から回収とか、まあサーチするとかね、いう方法で手札に加わった場合、ジェネクスモンスター1体の召喚を行うと。でこのターン自分はジェネクスチューナーをシンクロストライとしたシンクロ召喚でしかエクストラデッキからモンスターを復活できないっていう効果なんだけど、まあ、要するにジェネクスが手札に加わったらジェネクスを無限に出せるんですよ。だから召喚したら、サーチ入るジェネクスともう最強の、まあ、サポートカードなんでね、持ってきて出す持ってきて出す持ってきて出すを無限にできると、盤面が埋まるまで。でシンクロ召喚して、で今度、このバードマンっていうね、バードマンは、バンクスできるんだけど、フィールド上のモンスターこれバンクスしたらまたバードマンが戻ったから、よしまた出すぞっていうことができるから、もうねひたすらにシンクロ召喚ができるのね。だから、まあ、今回は何をしていくかっていうと、前半です前半ですプラス4妨害、ご飯です4妨害します。はい、ご飯です4妨害していきます。これ展開をご覧いただければわかります。でこのデッキの超でけえ問題点、まだあるんですよ、弱点。これがリペアジェネクスコントローラーに対する妨害がバカ基地っていうのがあって、リペアジェネクスコントローラーって、まあ、強い代わりに無限包容とかエフェクトベーラー食らうともうマジ何もできないんですよ。で、リンク召喚した、あ、じゃあリペアジェネクスコントローラーを一旦に一度しか特殊はできないって効果があるから、だからこれリペアジェネクスコントローラーを出し直すとかもできないしね。しかもなんかリンク先なんか左に向いてる意味わかんない、リンク先してるし。なのでこれね、結局展開を通すにはここへの妨害を乗り越えていかないといけないんですよ。なので今回採用したカードはまずね、サウラビスですね。対象に取る効果、これを全部無効にしたいということと、あと、それから、反魔導待機。これ入るデッキ、まあ基本的にクソデッキなんだけど、お互いのメインフェーズ1開始時、メインフェーズ2開始時にこのカード発動できるんだけど、メインフェーズ1の間フィールドのモンスターはそれぞれ相手の効果を出しながら効果を破壊さないと。だから無限保養とかエフェクトベーラーとかをリペアジェネクスコントロールに打たれないようにしたい。ということです。まあ他にもいくつかあって、なんかイーグルブースターとかもあるし、あと発禁伝とか禁止伝みたいなカードもあるんだけど、まあこれ貼っときゃまあ基本的には強いかなと思ったので、まあこれを貼ることにしました僕は。はい、ってことですね。まあ一発屋デッキではありますし、あと展開クソむずいんですけど、なんとか頑張って回してきたので動画ご覧いただければと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。このデッキマジ宇宙巻き起こせる代わりにめちゃくちゃむずいな。普通にプレミして、今プレミして3回くらいサレン出してるわ。マジでむずい。ちょっとレアルジェネクスマグナ、はい、レアルジェネクスクラッシュ、あ、なんですかこれは、なんかありますね、なんか今光りましたよね。レアルジェネクスマグナからのリペアジェネクスコントローリング出すよ、効果発動。無限包容、いけ、サグラミス、サグラミス、リペアジェネクスコントローラーを守れ。うおー、サグラミス発射、よし耐えた。もう一枚やめて、マジでもう一枚、もう本当に終わりだから、もう一枚本当に終わり。こちらに本当リペアジェネクスコントローラーが通んなかったら終わりのデッキなんだから、リペアジェネクスコントローラーが通るかどうかだけのゲームなんだから。これ耐えた、よし、いけるぞ、オッケー。で、レアルジェネクスクラッシャーの効果、ドロバもきつい、ちなみにゾウジもきつい、ドロバもきつい、ウララもきつい、無限保養きつい、エフェクトベーラーきつい、ニビルきつい、全部きついから、うん、
全身が性感隊なんだから。全身が性感隊デッキ。いやでも通ってるな。あと2ミリ飛んでいかなかったらいけるか。ジェネックスパワープランナーの効果を発動するで、パワープランナーの効果によってジェネックスウンディーネを持ってきて、でジェネックスウンディーネの効果を発動するで召喚して、さあリペアジェネックスコントローラー、ちなみに効果発動、節制しなかったな。リペアジェネックスコントローラーは手札にジェネックスが加わるたびに手札からジェネックスを出すっていう効果があるぜ。さあ海王の竜気体とリペアジェネックスコントローラーの効果を発動して、リペアジェネックスコントローラーの効果によってジェネックスコントローラーを召喚し、そしてムーラングレイスを手札に加え、さらにレベル3のジェネックスウンディーにレベル3のジェネックスコントローラーをチューニング、新規の召喚現れろ、巨結界の功ドゥローレン、ドゥローレンの効果、フィールドのカードを、選択して任意の数だけバンクスできます。3枚、うわリペアジェネックスコントローラーの効果。また同じことをしていくぜ。リペアジェネックスコントローラーの効果によって用を持ってきて、でそして、リペアジェネックスコントローラーの効果発動、1を読書感で1の効果発動、3を持ってきて、でさらにリペアの効果発動、3を読書感で3の効果発動で2持ってきて、これやってることインチキすぎるよな。マジで。でこれ誰、レアルジェネックスチューナーを出していく。で一旦サイフレームロードオメガちゃん出して、うわこれで1半ですね。シェイ効果、このカードはこのカードをゲームから除外することによって相手の手札を1枚除外、そしてアーリージェネックスバードマンの効果を発動、アーリージェネックスバードマンの効果によってパワープランナーを戻して特殊召喚、そしてリペアジェネックスコントローラーの効果を発動、これちょっと待って、これ1でいいんだっけ、いいでしたっけ、いいでしたっけ、あれ1でいいでしたっけ、これちょっと待って1でいいんだっけ、これ待って1でいいんだっけ、まあでもバードマンがいないといけないから1でいいんだよ多分。でこれこれはだから次取り仕様だから4か、4特殊召喚で4効果で1回収、そしてレベル4のジェネックスモンスターたちにレベル4とレベル2にレベル3をチューニング、うわシンクロ召喚、召喚工場忘れた、満足一本満足、氷結界の竜トリシューラシンクロ召喚効果発動、日本ですべ、あ墓地のカードも一応除外しておきます、で相手の手札も除外します、シュイシュイ、あユメルですね、はいはい了解しましたね、はい、でアーリージェネックスバードマンの効果を発動、アーリージェネックスバードマンの効果により1を戻して3を特殊召喚、さらにリペアジェネックスコントローラーの効果を発動、リペアジェネックスコントローラーの効果でこれ1出さなきゃいけないな、で1で3持ってくる感じな、結局なんか一緒で3をね持ってき続けることが大事なんだよね、で、さらにこれ 1でいいのか、違うこっちだ、あぶねえ、ちょっとマジでさ、マジでね間違いそうになんね途中で本当に、でこれでディスパ出して、あちょっと出せねえ、ディスパトル出す、ディスパトルこう、あこれあれか、手札もうあと2枚しかないのか、相手無限が打ってるからか、あじゃあオメガ出さなくていいから、ちょっと待ってね、じゃあ話変わってきた、その場合はいきなりこれウキウキしていいわ、レベル1の、ジェネクスにレベル3のジェネクスバードマンチューニングしてウキウキしていく、でウキウキベネフィーズの効果発動、マグラ戻して、でうわびっくりしたって言ってリペアジェネクスの効果で3出して、で効果発動で2回収で、さらに効果、2特殊で効果で4回収で、効果4召喚これで、追加の効果適用して、で442からのリターンゼロ出していこう、アーリーオブジェネクスリターンゼロ、かっこいい、これが新規モンスターよ、そして、リターンゼロの効果を発動、リターンゼロの効果により自分の除外ゾーンおよび墓地のジェネックスモンスターを、違う属性のやつだったら、まあ好きなだけ、
まあ、バウンスできますよ、5枚ぐらいバウンスできますよみたいな効果があるんですけれども、まあ、一応ジェネクスバードマンを戻したことによってジェネクスバードマンを使いますという作業コンボね。これでレアルジェネクスマグナのを戻してバードマンを出して、でリペアジェネクスの効果によってさらに出していく、で一応出してで効果起動してさらに、バードマンを回収して、でさらに、効果発動して、ここはね、だからヒチューナーを出さないといけないか、4か4召喚、まあこれもサーチがないで、一旦、アーデック出しましょう。アーデックがいると手札かデッキから、墓地へ送られるカードは除外されるので、こうするとムーラングレイス君で番、何、ハンデスしたカードこれ除外されますから、はい、でリペアジェネクスバードマンの効果で、4出して、でライトニングマスター一応作っといて、はいはい、 OK、 でこれで一応、妨害を立てながら、ハンデスもできると。おいしょ、で2枚墓地の送んなさい手札をかっこ除外、はいユベル、はいユベル、はいはいエンドでーす。盤面で1234妨害、盤面で4妨害、相手手札は1枚、終わりですね。はい、遊戯王終わりました。やったやった、完走したぞ。やっと成功したわ。マジ疲れたもん。もういいもん、このデッキ、これで。もうマジでさ、サレンダーもされるしさ、なんか俺のプレミでなんか無にキスした全てを。このデッキマジで、マジむずいわ。いろいろな意味で。いろんな意味で難しいデッキだということが分かりました。よく。はい。ありがとうございます。ちなみにこのデッキ使ってて、一応古代の機械使って頑張ってたんですが、ダイヤ3くらいから、ダイヤ5まで落ちました。ありがとうございます。おい、もう、切断が戻ってこい、デュエリスト戻ってこい、デュエリストデュエリストデュエリスト涼しい切断は草。なんか、思ったけどさ、意外とさ、ハンマドー帯域とかぶち込んだら意外と後手からもいけるっていう説ないかな。あとサウラビスでなんかそのリペアジェネクスコントローラーの効果を通せばワンチャンあるみたいなないかな。対象に取れないから相手の無限包囲を腐るみたいなさ、ちょっとね、後手が絶望的なんですよマジで。いやもうほんと貫通がないんで、召喚してリペアジェネクス出してリペアジェネクスの効果通すだけがさ、このデッキの通りじゃないですか基本的には。マジでね、後手の性能うんこオブザイヤー受賞なんだよね本当に。こんなに後手弱いデッキもなかなかないよみたいな話なんだけど、やばい、まやかしじゃん。何まやかしだと、連続昭和の連続シンクロ VS 令和の連続シンクロだなこれ。つまりいや生成感あるあっちのデッキ。まあ、昭和に遊戯王はないんだけど。ハチュン、やべ、松本潤来た、やばい。松潤来た。翼の前まやかし、松本潤来た、やばい。これちょっと待って。いや、足を踏み入れようというのか。この連続シンクロの世界に。貴様も、連続シンクロ VS 連続シンクロデッキやんけ。貴様も、この世界に足を踏み入れようというのか。やるじゃないか。やっべ、あー大腸カメラ2枚はやばい、大腸カメラ2枚はやばい。あ、ちなみにコモンメンタルワールドというカードは、真空召喚成功するたびに、500ダメージを相手に与えるっていうのが結構やばい効果があるんですけども、これマジでやばいのはコモンメンタルワールドが発動されている状態でまやかしっていうカードはですね、あ、デッキはですね、まやかしってなんかどんどん階段式に進行していくという、まあ、デッキなんです。まあ、3、5、7、9、11で、まあ、墓地からリンクさんがいるんで、今墓地からまたシチューナー蘇生して3、5、7、9、11みたいな感じで、まあ、だんだんこうモンスターが階段式に進行していくっていう、まあ、そういうデッキなんですけども、一応3、5、7、9、11なんで、まあ、10回ぐらいなんか普通に行ったんで進行ができるっていう、まあ、そういうギミックがありまして、これは何が言いたいかというと、コモンメンタルワールドを2枚発動された場合、死にます。死にます。はっきり言っていいですか、僕は死にました。
ちなみにコモンメンタルワールドがなぜ大腸カメラと言われてるかというと、なんか大腸をあのカメラで見た時の映像と似てるかららしいですで僕の医者の友達が言ってました。言った絶対に許さんぞ。